はようございます。電気が暗くて朝っぽくないですか？よく寝れましたか？2人とも早っ。でも今日試合前日じゃん。でもそれってやっぱ結構海外遠征あるあるだったりするの？代表とかで匠が分かるか。こんな感じ。やっぱりタブレなくはない。ちょっと謎の味。いや、よく食べるものじゃないのこれ。そうでしょ。これもうね、初めての味なんだけど。甘いね。甘い。これご飯に合わないこれ。ありがとう。いいね。ありがとう。バイバイ。いってらっしゃい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 。はい、いらっしゃい。お願いします。まだ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。おはようございます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 。昨日あれでした。はい、今日もよろしくお願いします。私、ね、が2人いるって言ってた。他の人にも言ってました。ゴー君とか習得にも言われました。あの人でも日本語ちょっと分かる。兄弟って言ったら、あ、兄弟あれだよ。あ、兄弟。漫画好きらしい。何？漫画が好きらしい。あ、そうなんだ。それで日本語だろ。
3層ぐらいありますもんね。だってなんかほんとちょうどいい、確かにサッカー専用って感じ。見る人のテンションも変わるし。いやー違うぞこれほんとやばいぜ。でも芝はちょっと硬くなさそうっすね、意外と。練習場よりはね、はい、中はいいんじゃない。ありがとうございます。